エリカ様はですね、なんかコンプレックスがあるらしくて、うん、私、頭が長いのって頭が長い全然頭長くないじゃないですか、うん、だけどすごい本人は気になるみたいで、うん、違うんですよ、友達と比べてもこっからここは一緒の高さなんですよ、うん、だけどこっからここの分の身長が私の方が勝ってるんですよ全然長くないなんなら顔全体的にちっちゃいよ、うん、全然長くない、でも みんながちっちゃいから、うん、こっからここが目立っちゃう、長くないって言うじゃないですか、ね、もちろん長くないから、ね、そうするとちょっと来てって言って鏡の前に呼ばれるんですよ、うん、何かなと思ったら、うん、ね、見て見てって言って比べてくるんですよ、うん、私のと、ほらこんなに長いじゃん、違うじゃんって、全然違くないのに、うん、なんでこの子こんな気にしてんだろうっていつも思ってるんですけど、うん、なんか確認したくなっちゃうんですよ、ただでも長いって言われたら言われたでねってなるし、だってじゃあダメじゃんね、どっち言っても、うん、じゃん、鏡とか来てほら、うん、見てほら長くない長くないって言ったあ長いねって言ったどっちも正解がない、そうね、そどうしたらいいかな、じゃあ改善点をもう手術だもうちょっと頭が丸い方が良かったな、丸い、まあまあそれはさ個人個人いろんなコンプレックスあるかもしれないけど、まあねうん、まあ基本そんな可愛い子ほとんどいないんだから、ね、そうだよ、あと、まあ、ここメンバー全員だけど全員だよ、うん、あのちょっと似合ってるちょっとエリカ様長くないかって、うん、あ、可愛いって言われればいいんだね、じゃあ可愛い、可愛い、可愛い、可愛い